皆さんこんにちは。2023年1月5日、照強正樹さんは東京都の伊勢ヶ浜部屋で稽古に参加し、熱海富士山や錦富士山と約30番の相撲を取り調整を重ねました。照強正樹さんはだいぶ仕上がってきているけど、まだ前に出れてないと課題を口にしました。8日に初日を迎える大相撲初場所での奮闘を誓ったのです。昨年11月の九州場所では照強正樹さんは15戦全敗を記録。これは1991年の名古屋場所での痛い3以来、31年ぶり5人目の不名誉な記録でした。この記録の背景には照強正樹さんの持病である糖尿病の影響がありました。照強正樹さんは場所で勝てなくなっていくうちに体に力が入らない感じがしました。取り組み中にできていたことができなくなっておかしいなと思っていたら、血糖値が400くらいまで上昇していました。場所中はインスリンを打っても下がらなかったと明かしました。九州から帰った後、薬を変えるなどして体調の改善を図りましたが、その場所中は体の異変に気づきながらも最後まで出場することを選びました。15日間全敗という不名誉な記録を残した照強正樹さんですが、全敗して悲観的になっても何も始まらない、怪我をして15戦全敗なら次の場所にも影響が出るけど自分の場合はそうじゃないからと前向きな姿勢を崩しませんでした。また良い記録も悪い記録も土俵に立ち続けたから打ち立てられるものですからと力説し、次の場所への意気込みを見せました。2023年の目標について照強正樹さんは、また上で相撲が取れるようにと幕内復帰を目指す決意を述べ、いつも通り怪我なく頑張りますと意気込んだのです。このように照強正樹さんは自らの体調管理に努めつつ、前向きな姿勢で初場所に臨む決意を新たにしています。持病である糖尿病に苦しみながらも土俵に立ち続ける姿勢は多くのファンや関係者に感銘を与えました。照強正樹さんの今後の活躍に期待が寄せられることは間違いありません。続けて照強正樹さんの断髪式についてご紹介しましょう。元幕内照強正樹さんが2023年6月23日に東京両国国技館で断髪式を行いました。断髪式には約300人が参加。照強正樹さんは体の一部が離された感じでした。一緒に戦った人、稽古してきた人との思い出がフラッシュバックして感極まりましたと振り返り涙を見せました。照強正樹さんは2020年7月場所14日目の大関朝乃山さんとの一戦で同部屋の照ノ富士さんの優勝を後押ししたことが思い出に残っていると語っていました。横綱照ノ富士さんからお疲れと声をかけられた際、涙が溢れ出たのだとか。照強正樹さんはアナウンスが入ってからいろんな人の思い出が蘇って横綱の時に泣くのだろうなと思っていました。みんなでご飯を食べて稽古してきた部屋のみんなとの思い出でうるっと泣いてしまいましたと感慨深く語りました。断髪式の終盤に差し掛かり、幕下以下の若手だった頃に付け人を務めていたという兄弟子の前頭宝富士さんがハサミを入れる際、お疲れ様、付け人についてくれてありがとうという言葉をかけたのです。その言葉により照強正樹さんは感極まり涙腺が崩壊、涙をこらえようと努めていたものの、切磋琢磨してきた横綱照ノ富士さんからハサミを入れた後に抱きしめられると涙を止めることができずに号泣しました。照強正樹さんは泣かないと決めていたんですけど、やっぱり感極まって昨日白鵬横綱には泣かないと思いますと言っていた。でも宮城の親方に一緒に戦っていた人、一緒に稽古していた人がハサミを入れに来るとだんだんフラッシュバックして感極まってくるんだよと言われて、確かにそうだなと思ったと断髪中に照れ笑いを浮かべながら話していました。途中負傷する照強正樹さんに照ノ富士さんが髪を金色にしろよと言い放ち、眉毛を指さしながらラインを入れたらと無茶ぶりを連発したのだとか。大銀杏が切り落とされた瞬間については、体の一部が剥がされている感じがした、でも取れた瞬間に頭がめっちゃ軽くなったと述べ、寂しさと同時に10年春場所で初土俵を踏んで以来単発とは無縁の生活だったため違和感も覚えている様子。照強正樹さんは身長169センチ体重110キロ余りの小兵ながら、大柄な相手にも真っ向勝負で勝つ力強さと
足取りなど巧みな技を駆使する取り口を兼ね備え、豪快な塩巻きなどでも人気を博していました。また阪神・淡路大震災が起きた1995年1月17日に震源地に近い兵庫県の淡路島で生まれたことでも話題となりました。今後は楽しみにしていてください。おもろいことをやろうと思っているので、と具体的な詳細は明かさなかったものの、東京と淡路島を行き来しながら事業を展開する第二の人生を計画していると語りました。断髪後にサイドを大胆に刈り上げた新ヘアスタイルに整えていると、照ノ富士さんが、すっきりした、頭の形綺麗だな、ちょんまげよりも似合ってるんじゃない、と冗談めかしながら声をかけました。照ノ富士さんは、顔色も引退してから良くなっているから相当無理していたんだろうなとわかる、とねぎらいの言葉をかけました。最後に照強正毅さんの経歴について簡単にご紹介しましょう。照強正毅さんは兵庫県南淡路市出身の元大相撲力士で、伊勢ヶ浜部屋に所属していました。照強正毅さんのしこ名は、強くなって被災した地元を照らせるようにという思いから師匠が命名しました。相撲の取り口としては、スピードを生かし左差しを浅く取って拝むようにしつこく攻めるスタイルが特徴です。取り組み前に大量の塩をまくことでも知られており、令和のソルトシェーカーという愛称もあります。照強正毅さんは阪神・淡路大震災の直後に生まれました。幼い頃は病弱でよく風邪をひいていましたが、気は強かったとされています。6歳の頃には親の名前ですら呼び捨てにするやんちゃぶりを見せていましたが、祖父の前では素直でした。小学校1年生から柔道を始めたものの、当時は道場へ行くことを嫌がっていたそうです。4年生の時にわんぱく相撲の大会に飛び入り参加し、2位になったことをきっかけに相撲を始めるようになり、地元の道場に通うようになりました。中学時代は相撲部がなかったため、学校ではサッカー部に所属しゴールキーパーを務めています。しかし3年生になると相撲の道場には通っても学校にはあまり出席しなくなり、夜通し遊び続ける生活を送るようになりました。そんな荒れた生活の中、彼は大相撲に入門することを決意し、伊勢ヶ浜部屋に入門。2010年3月場所で初土俵を踏み、前相撲は2連勝で一番出世しました。初めて番付に名前が載った翌5月場所ではストレートで勝ち越しを決めるなど、入門当初から大気の片鱗を見せていました。2012年3月場所では17歳1ヶ月の若さで幕下に昇進しましたが、幕下の壁に阻まれ、しばらくは幕下と三段目上位の往復が続いたそうです。しかし2016年11月場所では7戦全勝で幕下優勝を果たし、初の各段優勝を飾ったのでした。いかがだったでしょうか。今回紹介した照強正毅さんに関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。